秋田市は新たなスタジアムについて昨日矢橋地区に整備することを県やブラウブリッツ秋田に正式に提案しました。今後は建設費用や負担の割合、行政と民間どちらが主体的に事業を進めるかなどが焦点です。さらに費用と密接に関わるもう一つの課題がスタジアムの規模についてです。現在想定されている大きさは5000人規模ですが、将来的にホームスタジアムにするブラウブリッツは今後入場者数を6000人にまで増やし、スタジアム完成後には9000人の観客が集まる可能性があるとの見解を示しました。建設費用が当初の計画よりも増える可能性もある中、施設の規模を必要最小限にとどめるべきか、あるいは将来を見据えて規模を拡大するべきか、建設に関わる関係者の足並みが揃うかどうかが新たな課題となりそうです。おはようございます。おはようございます。先週、今シーズンの結果を報告するため県庁を訪れたブラウブリッツ秋田の岩瀬康介社長や監督、選手たち。今シーズンの平均入場者数が去年より3割ほど多い4000人余りとなったことも佐竹知事に伝え、入場者数を今後さらに増やす目標も明らかにしました。自分たちの自力でやはり6000人っていったものをまずは目標にして、で6000人からまあいわゆる新スタジアム整備効果 150% と考えれば9000人になりますから、クラブがこう訴えていくこの1万人収容といった部分のスタジアムにはちょうど良い、この枯渇感といいますか満員のスタジアムに近い形が、初年度から取れるのではないかなというふうには思ってます。新スタジアム完成までに6000人の入場者を集めれば、完成後には平均9000人が訪れる可能性があり、将来的には1万人規模のスタジアムが必要になってくるとの立場です。ただ秋田市が検討しているスタジアムの規模は5000人、建築費用等々の負担も増えるわけで、集客人数を増やすことによってね、そういったものをやはり総合的に考えた上でその規模も議論していかなきゃいけないだというふうに思っています。最初5000人でよくてその後拡張性でやっていくのか、ここら辺も含めた議論が必要になってくるというふうに思います。今後建設費用が当初の試算である90億円から増える可能性が大きいとも話した穂積市長は、どの程度の規模にするべきか慎重に判断する考えです。建設計画に関わる県と秋田市、ブラウブリッツの3社は去年以降定期的に話し合いの場を設けています。昨日も冒頭以外非公開で開かれ、秋田市が正式に矢橋地区での整備を提案したものの、建設費用や施設の規模についての踏み込んだ議論には至りませんでした。1万人規模のスタジアムが必要だと訴えていたクラブ側ですが、昨日は慎重な発言にとどめました。費用が大きくなった場合にですね、それに応じてクラブとしても、負担というのか支援というのか、ある程度その額も増やしていかれるのかどうかというと、今の時点でどういうお考えですかね。今の時点で何とも言えないかなと思うので、その手法だったりといった部分もこれからの部分になるので、それを踏まえてというところかなというふうに思っています。もうクラブとして求めていく最終的なその規模というのはどれぐらいを望まれるのかというといかがですか。それもこれからしっかりと協議をしながら決めていきたいなと思っています。1万人というところも必要かなとは思いますか。そこも協議をしながらしっかり決めていきたいと思います。ありがとうございます。新スタジアムの建設費用や施設の規模、行政が主導するのか民間が主導するのかなどを盛り込んだ新たな建設計画が示されるのは来年になる見通しです。